どうも皆さんこんにちは。ついにようやく始まりましたハロープロジェクト研修生発表会2020夏の公開実力診断テスト、本日司会進行を務めますランキュー誠です。よろしくお願いします。さあそれではここでご紹介いたしましょう。毎年恒例のコーナー MC、 研修生の MC 指導なども担当してくれております放送作家の荒研です。どうもよろしくお願いします。荒研です、よろしくお願いします。さて、本日の公開実力診断テストですが、総勢18名の研修生が日頃のレッスンの成果をソロで披露いたします。はい、研修生全員のパフォーマンスの後の投票で最も票数の多かった研修生にベストパフォーマンス賞が与えられます。はい、審査員の皆さんによる審査員特別賞も毎年楽しみでございます。はい、それではその研修生を審査してくれます本日の審査員をご紹介したいと思います。まずは研修生たちのダンスパフォーマンスの指導をしていただいておりますミツバチマキ先生。日頃研修生たちの歌唱指導をしていただいております上野真理子先生。はい、どうも上野です、よろしくお願いします。 アップフロントグループのレコーディングディレクター橋本慎さん。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして、今年も素敵なゲスト審査員の方に来ていただいています。まずは宮崎由香さん。はい、よろしくお願いします。宮崎由香です、お願いします。勝田里奈さん。はい、勝田里奈です、よろしくお願いします。お願いいたします。鈴木愛理さん。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。そしていつもハロプロ研修生の成長を見守っている誠さんにも審査員として参加していただきます。よろしくお願いします。はい、本当にもう会いたかったですよメンバーたちに。それでは、今回の実力診断テスト、この配信をご覧の皆さんにも、審査に参加していただきます。公開実力診断テスト、トップバッターはこの方です。どうぞ。1番中山夏目です。聞いてください、ナビナの色。ヨフウルの聞いてください、生まれたてのベイビーラブ。橋田ほのか、聞いてください、ワンサマーナイト、真夏の決心。今夜君に打ち明けたい、こんな気持ち初めてなの。今夜君に打ち明けたい、笑わないで聞いてほしい。ワンサマーナイトを始めてからにも納得をサボろう。4番上村はすみです。聞いてください、ミスラブ探偵。どうキャッチしようか、あの胸を、心を、瞳を、手に取れない気持ちを手にしてみたい。5番米村キララです。聞いてください、奇跡の香りダンス。ノッタープラナイディスキリ、遊びはかまでもだってずっと足らずで、奇跡の恋となる。たま
6番北原桃です。聴いてください。都会っ子純情2012神聖なるバージョンです。素直に本心を話すなんて女の子できないかもしれない。でもね、私子供じゃない。一挙一動あなたの全てが愛しい。夢も見てる、呼吸してる、食事してる、あなたがいる。見え張っても意地張ってもその全部愛しい。7番村越彩乃です。聞いてください。旅立ちの春が来た。旅立ちの春が来たけれど大丈夫、私は負けない、心配いらないよ。大きくなって振るよ。寂しそうな顔をしないでよ。一生涯会えないわけじゃないし、女の花に一本8番西崎美久、聞いてください。スペシャルジェネレーション。どうたらこうたら言い訳してる、いんだいんだ来るなら、あの子がいいならそっち行けばいいじゃん。スペシャルジェネレーションなら運命を信じたい。100万年過ぎたってこの愛は揺るぎない。9番小野田かりんです。聞いてください。一人で生きられそうって、それってね、褒めているの。一人で生きられそうって、それってね、褒めているの。意地張る心だって誰と溶かしてよ。少しやまな子ばかり、幸せを手にしてく、お決まりの幕切れよ、アウフェアな世の中で。10番久保田奈々美、聞いてください。私の魅力に気づかない鈍感な人。ちょっとあなたの魅力にさらに引きつけられたわ。なんかずるいな、私ばかりがゆきです。聞いてください。Come with me。Come with me。一緒ね。私を変わっていく。目を離さないで。今日の私を見て、納得しなきゃ。からじゃどこか雰囲気違うね。つぶやく言葉今さら、あなたの知らない私がまだ前にいるって歌って。12番斉藤まどかです。聞いてください。今夜だけ浮かれたかった。吹き出してつけた香水火薬の煙に消された。もっと近づきたいけれど友達がいる夏が嫌い。13番エヴァタキサキ、聞いてください。21時までのシンデレラ。愛して愛して
14番ため流しオンです。聞いてください。抱いてよ Please go on。 本当の恋はそんなのわかんないけど、直の感情を体にぶつけるだけ。松原ゆりやです。聞いてください。赤いイヤホン。恋愛を避けてる私、金の愛に押し切られ、ネタな感情も愛情に染まっちゃったり、運命の恋を期待した。ワイヤレスの時代でしょ、言わずもがな人間。16番山田いちごです。聞いてください。 Shall we love。 寂しくないよ、寂しくなんかないよ、寂しくなんかないよ。だって会いたいよ、こんなままじゃやだよ。涙に向かえ、生きてよ。17番石栗かなみです。聞いてください。リゾナントブルー。ドライドライドンクライ、私の好きなのさあさあ消しない、遊びじゃキスしない。8番平本瑠璃。聞いてください。立ち上がる。落ち込んでていられない、そこ私も立ち上がる。おいえこんなとこで負けなんて認めない、夢だけじゃ生きられない、出会いだけが全てじゃない。おいえ自慢したい。では、これから審査タイムに入っていただきます。そして、配信をご覧の皆様にも今から投票タイムに入っていただきたいのですが、改めて投票方法の説明をさせていただきます。本日のベストパフォーマンスと思う研修生に皆様の投票をお願いします。最も票数の多かった研修生にベストパフォーマンス賞が与えられます。さて、ここからは研修生によるパフォーマンスです。画面の前の皆さん、大いに盛り上がってください。Yeah!
がする。あいつのことなんか気になるのよ。目立つかむと爽やかな顔が早朝。ああ新しい洋服買いたい。有名店スイーツも食べたいのに小遣い足りない、時間も足りない、深刻すぎるわ人生。並んで目の前で振り切れ、憧れカフェへ臨時
友達みたいで時にライバルだし抜け駆けだってありみたい女のその手単純なように見えて複雑すぎて解読不明だけど今日は力合わせなきゃ努力が絶対なしめこの瞬間それでは、お待たせいたしました審査結果を発表いたします、はいはい、勝田賞は、はい、宮崎賞を贈るのはベストパフォーマンス賞に選ばれたのは